でもらえるろ。私がこの服を着ることになる。夏バテす。リリース。ありがとう。ちゃん、空先。
駅に向かわなきゃダメだね。なぎ、うん、私基本的に暇だから大丈夫だよ。ももちはどうなの？今日道場は？今日道場は休みじゃなかった。今日道場あったんだった。ごめんね、私行くね。ももちの分まで食べておくよ。空を旋回してたからびっくりしたよ。モノミ、緊急の任務なんだね。いらっしゃいませ。オリジナルカレー、蜂蜜抜き、ガラムマサラマシマシ。はい、こちらの個室にご案内。よし、着替え完了。ももち、到着しました。月影揃いましたね。では、今回のミッションについて説明します。ということで、今回はこの場所へ潜入を行い、不正の証拠であるファイルをゲットします。みんなで力を合わせてスムーズなスパイ活動を心がけましょう。今回からこの負け知らずの白虎様も本格的に手を貸すから、お前たちすっごく頼もしく思え。それでは白虎ちゃんに改めて月影メンバーの自己紹介をしておきましょうか。源桃だよ。空崎高校2年。散歩とか美味しいもの食べるのが好きなんだ。コードネームは桃地。桃の師匠となる半蔵門ゆき、空崎高校3年。家は道場をやっているわ。コードネーム、ねえはやちよね。空崎2年で、コードネームはちよめ。趣味は音楽だね。駅前で弾き語りしてるよ。相模風、空崎1年。師匠、八千代めの弟子よ。コードネーム風魔、月影ナンバーワンを目指してるわ。空崎3年、青葉初音です。コードネームはつぼね。趣味は秘密道具の発明。夢、石川越え。コードネーム越えもん。空崎2年で、師匠青葉初音の弟子だよ。ももち、めいちゃんと同じ組。私は白虎、中国は傭兵村の出身だ。いろいろあって入れない、だからここで働く。モノミとラッパとカマリと、この白虎様でお前たちを助けてやるぜ。頼もしいですね。一応白虎ちゃんは慣れるまでこちらの指示で動いてくださいね。モモ、基礎は何よりも大事。今回任務をこなしながらスパイの基本をおさらいしていくわ。わかりました、師匠。源桃、たぎります。月影、ミッションスタート。師匠の教え、すべて生かす。みんなを守れない。そこ、
師匠の教え、すべて生かす。魂の一撃。ミッション完了。うまくできてよかった。今日の刺激的なログインボーナスはこれだ。明日も待ってるよ。カレーを食べに来たの？それなら空いている席にどうぞ。カレーを食べに来たの？それなら空いている席にどうぞ。カレーを食べに来たの？それなら空いている席にどうぞ。
少し服があってもいいわね。日頃の鍛錬を積み上げる。でもがむしゃらにやるのではなく、きちんと考えていかないと。今日も日差しが強いな。暑いからって肌出しすぎは日焼けしちゃうから、少し気をつけないと。カマリたちはこの寒さ大丈夫なのかな。夏か。魚釣りに虫取りに山菜集め、狩猟も解禁。夏を満喫するぞ。空崎は海辺の町ということもあって、海風が強く冬は厳しいですね。皆さん、え、マッドサイエンティストみたいですか。そんなこと言う人は改造手術しちゃいますよ。夏釣りに虫取りに山菜集め、狩猟も解禁。夏を満喫するぞ。作成は私にお任せください。レシピさえあれば失敗しませんから、絶対安心してください。